お待たせしました。西武ドームの皆さん、そして放送席、今日のヒーローはイーグルス則本昂大投手です。ナイスピッチングでした。ありがとうございます。8回を投げて今シーズンの12勝目を挙げました。今日はいかがでしたか。まあ、打線が、ね、援護してくれたんで、まあ、なんとか勝ちはつきましたけど、まあ、立ち上がりね、本当に、どうしていいか分からなかったんで、まあ、僕としては全然納得はしてないんですけど、まあ、勝ちたことは本当に嬉しいと思います。2回に2点を取られましたが、その後3回から7回までは相手打線をノーヒットに抑えました。まあ、切り替えて、フォームをしっかりと見直して、3回マウンドに上がった結果が、そうだったんで、まあ、初回からやっとけという話ですけど、まあ、それが、試合中にできたんで、まあ、次に活かせるかなと思います。今日は対戦相手はプロ初登板のピッチャーでしたけれども、そのあたりの意識はありましたか。まあ、僕が直接対戦するわけではないんで、あまり気にはしませんでしたけど、まあ、僕がしっかりとできることをやって、チームが勝てばいいなと思って、投げました。さて、これで12勝目となりました。上も一つ見えてきましたね。まあ、そうですね。まあ、あまり上を見ずに一個一個僕が任された試合は、一つずつ勝利を、つかみ取っていけるように、まあ、次も頑張りたいなと思います。そして9月に入ってチームは7勝2敗、今日の勝利で順位が一つ上がりました。まあ、順位がね、一つ上がって、まあ、それでたらたら喜んでるわけには僕たちはいかないんで、もっともっと先を目指してね、一生懸命僕たちはやるだけと思ってるんで、また明日、気を引き締めてチーム一丸となって、戦いたいなと思います。ありがとうございました。12勝目の則本投手でした。ということで、やはり話を聞いているとゲーム中の修正をしっかりしたということで、はい、まあ、この辺りがやっぱエースと言われるところですね。